はい、ツムの引っ越しの次はリンゴの引っ越しです。引っ越すよ。ツムのケージがね、開いたんでね、お下がりですね。お下がりね。これも縦長なんでいい感じじゃないでしょ。一応ね、広くなるんでね、上下運動できますね。やったぜやったぜ。まあ最初、一番最初が問題な気がする。リンゴが入るのかどうか。そうっすね。この枝をどこにかけよう。これはカナリアシード入れ。わかりやす、そんなわかりやすくていい。で、これはなんか普通のご飯入れにしますか、はい、で、あの青いやつはね、美味しいもの入れで覚えてるから、美味しいもの入れにしておきましょう、はい、あんま汚れない位置につけとこうか。あ、まあよかった。 OK、 はい、OK。だってリンゴさんをちょっとね、移さなきゃいけないんですけど、ここ扉をちょっと連結して入るかどうか見てみよう。はい、連結してみましたが、恐ろしいね、リンゴさん、恐ろしい。やばい、あっちやばい、あっちやばいっていう気配になってますね。何をする気なの。まあちょっと頑張って、これで待ってみますか。リンゴ頑張れ頑張れ。あ、隙間を見つけようとしてる、隙間。いや、隙間これ、そこかそこかな。構造がよくわかんなくなってます。私、逃げた。リンゴちま、まあまあちょっとすれば慣れるでしょ。リンゴカナリアシードか。うわー、やったぜやったぜ。カナリアシードあるんだな。頑張れリンゴ、第一歩踏み出せ。みかん誘導作戦。はい、止まり木をあの入り口につけてまた連結させたんですけど、入りやすいような気配を出しました。どうでしょうか。りごちゃん、みかん、みかん反応はお、ちょい美味しいもの入れじゃない。なんか入りました、すんなり。はい、リンゴ、いやその出入りして安全であることをしっかりさせればいい。なんかちょっと私がごちゃごちゃやってる間にスッて入って、スッて出ました。さすがですね。リンゴ、みかん、ここの端っこに。みかん、ここに。しまい。
渡した方がいいです。入りましたね。まあまだちょっと恐る恐るですけれども、ね、うん、あ、戻りますね。だいぶちょっとさっきよりは慣れたかな。いいぞリンゴ。こうやって鳴らしていく感じですかね。なんか私が将棋を教えてもらってる間にリンゴがもう餌をむさぼり食ってた。もう引き締めて。はい、一旦じゃあ移動させますか。はい、全然気にしてない。 あ、なんか怖っ。何その顔。今見ました。すごいやるのかみたいな顔されたんですけど。はい、少し完了です。食ってますね、うん、なんかいつの間にか食ってましたね。散らしてるからね。やべ、散らしてんな、うんうん、とりあえずこれにリース足したりとかして完了ですかね、うん、いい感じや、ね、よかった。なんかすんなり入った。意外とすんなり入りました。よかった。